本日は秋葉原にある人気家系ラーメン武将屋にやってきました。ゆうき。はい、どうも、カオスマイスターと申します。本日はですね、秋葉原にある人気家系ラーメン武将屋にやってきました。そして、からしマヨチャーシュー丼と、チャーシュー麺並盛り、固め濃いめ油普通を食べに来ました。いやー、めちゃくちゃうまいっすね。ほんとね、武将屋さんはね、ライトな家系ということで、ほんとにうまいんですよ。いつもハプヒトーマスターって言ってるのは軌道屋。で、軌道屋は、ダシスがあるんですよ。ここは普通のお酢。で、このすいません、ちょっと言いたいことあるんですけど、ダシスのことについてなんですけど、前回もこの、武将屋さんで、ラーメン食べて、YouTube 動画を、YouTube に投稿したんですよね。で、その時に、三秋一人飯さんが、今、網走刑務所で働いてる三秋一人飯さんが、ダシスいいですねーってコメント来たんですよ。で、俺、こう思いました。かつて総合格闘技団体、ライジンで、ホベルト・サトシ・ソウザがこんなこと言いました。UFC じゃない!ここ、ライジンだよ!って言ったんですよ。俺、その言葉をそっくり、コピーして、三秋一人飯さんが、ダシスって書いてあって、こう、家の中で、そのコメントを読んだ瞬間にこう言ったんですよ。軌道屋じゃない!ここ、武将屋だよ!って言ったんですよ。ほんとね、ホベルト・サトシ・ソウザの気持ちがね、わかるというか代弁しましたね、俺が。ダシスがあるのは軌道屋。水道橋でね、軌道屋。もうガーツンとくる醤油感が強い家系。ここはライトな家系。ここ武将屋だよっていうね。武将屋は普通の酢、軌道屋はダシスなんですよ。で、前回出した動画、武将屋なんですよ。ほんとね、なんでこう、ていうかもう、桃すみ黒さんと三崎一人飯さん、武将屋の家系ラーメンと、軌道屋の家系ラーメン食べたことあんのかなって感じですよね。はい。ここ、武将屋だよ!軌道屋じゃない!ここ、武将屋だよ!UFC じゃない!ここ、ライジンだよ!っていう感じで、ほんとにね、俺はもうほんと家系ラーメン界のホベルト・サトシ・ソウザですよ、俺は。ね、何言ってか全くわかんないですけど、ほんと今日はね、もうホベルト・サトシ・ソウザかっていうぐらいほんとうまかったですね。醤油のガツンとくる返し感を味わいたい人っていうのは、ちょっとここじゃないかもしれない。軌道屋の方かもしれない。ここ、武将屋だよっていう感じで武将屋なんですけど、ここは。で、ほんとまた武将屋外伝もあるんですよ。武将屋と武将屋外伝はまた全然違うし、武将屋外伝はスモークチャーシュー。武将屋は普通の煮豚のチャーシュー。だけどこっちには、からしマヨチャーシュー丼があんのよ。ほんとその違いが、ここ、武将屋だよっていう感じで、ほんとにね、ホベルト・サトシ・ソウザをね、彷彿させるカオスマイスターの、この、なんだろう、気持ち?それをね、ちょっとね、この動画をね、見ている人には、ちょっと伝わってほしいなって感じですね。普通の酢ですよ。で、今回はこの透明感、クリームソーダとかいう、わけわかんねえ、なんかクソまずいジュースを、セブンイレブンで購入して、で、それを、お供に、ここをほんと、武将屋で、ここ武将屋だよっていう、この武将屋の店っていうのは、店内がものすごい狭いんですよ。どのくらい狭いかっていうとね、今、網走刑務所で、出張行ってる三秋一人飯さんのホテルの一室の8分の1ぐらいの狭さなんですよね。その三秋さんが泊まってる旅館だかホテルだかのその一室の広さがどんだけか知らないくせに今適当に言ったんですけど、ほんと狭いんですよ。カオスマイスター4人ぐらい入ったらもうギチギチになりますね。はい。なんか三秋一人飯さんが油が足りなくて体がギチギチだい言ってましたけど、俺はもうこの店の店内に入ってもうすでに体ギチギチでしたわ。違う意味でのギチギチでしたけどね。ここ武将屋だよっていう感じで、本当にね、めちゃくちゃ美味しかったです。からしマヨチャーシュー丼をね、考えた人、天才。で、これ見てください、皆さん。今回ちょっとね、ある実験をしてみました。これ、お箸の二刀流ですよ。水曜日のダウンタウンでやってたクワマンの食べ方を、ちょっと、
やってみたんですよね。お箸二刀流で。すんげー食いづらかったです。そして、隣の人から、なんだこの人みたいな白い目で見られましたね。はい。何やってんだよって感じなんですけど、ほんと、これやってる時にね、ほんとね、笑いながら麺すすってましたよ。笑いながらチャーシュー飯食べてました。からしマヨチャーシュー丼を、大判チャーシューで巻いて食べるというスーパーファインプレイをね、できるのは、ここ武将屋だよっていう武将屋だけなんですよね。はい。ほんと、からしマヨチャーシュー丼を考えた人、天才ですよね、マジ。っていうか、桃すみ黒さんと水明ひとり飯さん、武将屋のからしマヨチャーシュー丼食べたことあんのかなって感じです。はい。うまいね。うまいわ。今、こうやってなんだろう、編集してる最中なんですけど、今もう、また、今すぐ食べたいもんね。で、明日は芝浦で仕事なんですよ、土曜日。で、日曜日は国家資格試験なんですけど、ほんとね、願掛けの意味でもね、ラーメンを食べてるんですけど、ほんと美味しいですよね。うん。ただほんとね、もう10月2日からは、長井線、今度レジリエンス大会の長井線に向けて、本格的な辛い減量が始まります。つまりこれがもう最後の、高カロリー飯でしょうね。10月29日の試合が終わるまでは、本当にね、1日1500キロカロリー、10月2日からは、1日1500キロカロリーで過ごさないといけないです。本当バッキバキにするから、もうね、UFC ファイターでいうところの、パディピンブレッド状態になりますよ。パディピンブレッドって100キロぐらいあるんですよね、オフの日は。じゃ試合が決まって、試合前日か、当日は多分、リカバリーしてると思うから、試合前日は70キロにしてくるんですよ。およそ30キロ近い減量するんですよね。パディピンブレッドって。ストライクフォース、ケージフォースか。ストライクフォース、ケージフォース、どっちかは、ケージフォースか。ケージフォースから UFC ダナホワイトに引き抜かれて、UFC ファイターになったんですけど、パディピンブレッド状態の、減量の方法をね、カオスマイスターやろうと思ってます。ほんと辛い1ヶ月になると思います。だからほんとイライラしてむしゃくしゃして当たり散らかすと思うんですけど、まあそれはしょうがないですよね。試合が決定したんで。で、試合が終わった瞬間またブクブクデブになると思いますね。はい。今、現在で 123.6キロ。で、ちょっとね、リバウンドして124キロでした、今日は。体重計測ったら。なので、あと5キロ。痩せます。で、試合当日は119キロで、試合に挑みますわ。もうバッキバキのね、スーパーパワートレーニングの体をね、見せてやりますよ、皆さんに。で、これを言うと、三つ秋一人飯さんに言うと、私はスーパーデブエットトレーニングがどうのこうのって言うんですけど、本当年齢のためにも健康のためにも、スーパーパワートレーニングをやった方がいいと思うんですよね。特にラーメンを食べる場合。スーパーパワートレーニングさえやってれば、ラーメンを毎日食べてスープまで全部会員して、1日にアイスクリーム1キロ、コーラ4リッター飲んでも、健康になりますからね。なわけねえだろって感じなんですけど、はい。ね、チャーシュー麺のチャーシューを食べて、で、スープもきれいに簡易して、本当に大変美味しゅうございました。以上、カオスマイスターでした。シェリー少女くたばれ、バーイ。ここ、武将屋だよ！単純加熱操作では、露天温度は変化しない。単純冷却操作では、相対湿度は上昇する。冷却除湿操作では、絶対湿度は低下する。液体吸収除湿操作では換気温度は上昇する。水噴霧加湿操作では露天温度は上昇する。単純加熱操作では露天温度は変化しない。単純冷却操作では相対湿度は上昇する。冷却除湿操作では絶対湿度は低下する。液体吸収除湿操作では換気温度は上昇する。水噴霧加湿操作では露天温度は上昇する。単純加熱操作では露天温度は変化しない。単純冷却操作では相対湿度は上昇する。冷却除湿操作では絶対湿度は低下する。液体吸収除湿操作では換気温度は上昇する。水噴霧加湿操作では露天温度は上昇する。単純加熱操作では露天温度は変化しない。単純冷却操作では相対湿度は上昇する。
冷却除湿操作では絶対湿度は低下する。液体吸収除湿操作では換気温度は上昇する。水噴霧加湿操作では露天温度は上昇する。単純加熱操作では露天温度は変化しない。単純冷却操作では相対湿度は上昇する。冷却除湿操作では絶対湿度は低下する。液体吸収除湿操作では換気温度は上昇する。水噴霧加湿操作では露天温度は上昇する。単純加熱操作では露天温度は変化しない。単純冷却操作では相対湿度は上昇する。冷却除湿操作では絶対湿度は低下する。液体吸収除湿操作では換気温度は上昇する。水噴霧加湿操作では露天温度は上昇する。単純加熱操作では露天温度は変化しない。単純冷却操作では相対湿度は上昇する。冷却除湿操作では絶対湿度は低下する。液体吸収除湿操作では換気温度は上昇する。水噴霧加湿操作では露天温度は上昇する。単純加熱操作では露天温度は変化しない。単純冷却操作では相対湿度は上昇する。冷却除湿操作では絶対湿度は低下する。液体吸収除湿操作では換気温度は上昇する。水噴霧加湿操作では露天温度は上昇する。単純加熱操作では露天温度は変化しない。単純冷却操作では相対湿度は上昇する。冷却除湿操作では絶対湿度は低下する。液体吸収除湿操作では換気温度は上昇する。水噴霧加湿操作では露天温度は上昇する。単純加熱操作では露天温度は変化しない。単純冷却操作では相対湿度は上昇する。冷却除湿操作では絶対湿度は低下する。液体吸収除湿操作では換気温度は上昇する。水噴霧加湿操作では露天温度は上昇する。単純加熱操作では露天温度は変化しない。単純冷却操作では相対湿度は上昇する。冷却除湿操作では絶対湿度は低下する。液体吸収除湿操作では換気温度は上昇する。水噴霧加湿操作では露天温度は上昇する。単純加熱操作では露天温度は変化しない。単純冷却操作では相対湿度は上昇する。冷却除湿操作では絶対湿度は低下する。液体吸収除湿操作では換気温度は上昇する。水噴霧加湿操作では露天温度は上昇する。